どうしたい、どう、あ、ほっぺたに触ってみたいとか思います。普通に手で、手で、手で、手、手、手ですよ。そうなんだ。思いませんか。そのぐらい、それはあと何でしたっけ、こうほらあるじゃないですか、こう短パンに2ハイソックスって言うんですか、あれ、うんうん、そうギリギリまで上げて、ギリ、なんか絶対領域みたいな、ちょっと見えてますよみたいな、はいはいはい、ちょっとあれはこうふとあの隣に座ってる人とかそうです、うん、これは触ってもいいんじゃないんだろうかってすごく考えることあって、あれは一回聞いてみようかなと思うんですけど、これ触って、あれ触っていいとこだけ出してんの。あ、そうだったんですね。そう全然いいんだ。なんか目から鱗です。そうだったの。これからなるべく触っていきたいと思います。ここだけにしてくださいねっていう。そうか、絶対ここだけにしてくださいね、絶対ここだけにしてくださいよっていうっていう絶対領域。そうそうそう。そうだったんだ。だから触りやすい位置にあるでしょ、あれ。そうか、ちょうど左手の位置にあります。そう、いいでしょ。左か右かはそれは座る位置です。右は大体こう物持ってるんで。あ、そうか、そうか、持ったりする。あ、なるほどね。そっか、そうなんですよ。そっかそっか、じゃあこれからはなるべく触っていきたいと思います、うん、でもそういうこと考えてる野島くんの方はやっぱり犯罪係数は上がってる、ね、下ネタ係数僕高いですか。撃たれた、これやばいよ。おかしいな、おかしいな、俺そんな人間じゃない。この番組に壊されている。